見るなって言われたら見んわけにはいかんだろう。やっぱり。どうもガチ無視しオタクの黒川です初心者の浦下です。はい、今回から定期的に民族学的な視点を交えた無視史解説動画を上げていきます。おいいですね。あの無視史会ね、はい、一度、まあ、ざっくりとしたなんていうの紹介というか、そうなんです、黒川君の無視史に対する思いみたいな、尻、ね、滅裂な愛情だけで喋った回がありましたあの回結構ね、その伸びましたねあの無視史その共感してくれる方がね、うん、たくさんいましたね。見ましたね、うん、びっくりですね。どんだけ手を込めた台本よりも、うん、視聴回数が伸びてる悔しい。ちょっとだけちょっとだけ悔しいけど、でも分かったんですよ、うん、そのこれだけ無視し愛がある人が世の中にいるのに、うん、無視し公式からの供給がなくて飢えているんだ。なるほど、無視しコンテンツが欲しいってことですね。そう、欲しがられているのであれば、うん、私も無視しが大好きですし、うん、これを機にその無視し愛蔵版はね、まだその新刊というかこうなんていうんですか、重版が重ねられて普通に店頭に新刊として売られていますんで、うんうんうん、販促もね兼ねて、なるほど、うん、あのファンとして大変いろんなものもらったんで、うん、ファンコンテンツの延長としてね、はいはいはい、ちょっと無視解説全話解説を試みようかなと思っております。全話っていうとどれぐらいあるんだっけ。無視30ぐらいあるぐらい、もっとあるかな、32とかあるのかな、お話しするというと、うん、あるんですが、パラパラってね見てみましたところ、うん、やっぱりこの結構あるんですよ、お話の中に民族学的なエッセンスが、うん、ああはい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 、うん、でじゃあまあ1話ずつやっていくかと思ってまあ見てみたんですけど、うん、これね何が僕にとってね良かったかっていうとね、うん、ゆる民族学ラジオで話すネタを決めるのってこれが一番大変なんですよ。まあね、うん、何テーマにしようっつってね。そうなんですよ、うん、でこれをトピックにしようと思ってやって書き始めたはいいものの完成間近であれこれ別に面白くないなって言って捨てた台本がちらほらそう ねそのタイトルでよしと思ったんだけどね思ったんだけどね、うんうん、出落ち会とかね作っちゃったりするわけなんで、はいはいはい、そうなってくると無視史のお話が一個あって、うん、そこにまつわる民族辞書を自分から調べてみるっていうのはこれかなりね、うん、いいんですよ、ね、ルーティンとして、うんうんうん、すごくいいなと思ってなので、定型化していきたいと思います。はい、はい、でまあ民族学的な視点を交えたとは言ってくんですが、多分動画の比重のほとんどは黒川のガチオタ限界語りだと思ってください、うん、あいいじゃないですか、はい、でやることはもう深読みおじさんですね、うんうんうん、深読みです。うん、もう掘って掘って掘るだけですね。いやでもいやその僕ね無視し初心者ですよ、うん、まだまだ全然あの最初の数話しか見たことない、そうですね、僕からするとやっぱりそのわからない、うん、箇所が結構あるんですよ。ほうほうほう、うん、お話の中に、ね、そう、うん、もういやもうそれはそういうもんって多分受け入れた方がいいところと、うん、いやでも なんでこれ今こうなったみたいなところときっとあると思うんではい、はい、その深読みを提示してくれるだけでも結構ありがたいかも。あ、OK です、うん、分かりました、うんうんうん、まあ分かんないっていうケースもちらほらあると思います、まあまあね、特にあの1話はですねさっき話してたんですけど、うん、無視史の中でもとりわけ特殊な回なんですよ。あ、なんかそうらしいね。そうですよ、うん、導入にしては特殊なんだけども、まあ、ただ1話としての責任は一応果たしている回でもありますんで、うんうんうん、まあ、意外と話せることはあります。はい、はい、あの全話やるつもりなんですがやるつもりです。視聴回数が落ちても意地でもやります、うん、あの漆原先生に届くまでやります皆さんぜひお付き合いください。そうで、あとネタバレはします。なのでどうしてもネタバレされたくない人は見てから来てください。そうだ ね深読みって言ってるぐらいだからね、はい、で内容はバレます。そうなんですよ、うん、で今回1話はアマプラでも見れます。はい、でそのうち自費でカフェに無視しの全話本を置きます、はい、だからカフェで予習するなりしてゆる学とカフェで予習するなりしてくれると嬉しいです。そうだね、はい、で原作とアニメの双方から語りますが基本的にはアニメ準拠の順番でやります。おありがたいですね、うん、その方がみんなねアマプラでねお金払っても見れるんで、うん、はい、でもぜひ可能な限り漫画買ってください。愛蔵版、なるほど、直接漆原先生お金落としてください。そうですね、お願いしますね、はい、構成としては毎回初めにあらすじ、うん、その後浦下黒川の作品への感想、うん、で民族学的な視点で見た各話の楽しみ方みたいな順番で話していくのを、まあ、決まりとしていきたいと思います。うんうんうん、でもあらすじの段階でネタバレは基本しませんので、これ本編見てからの方がいいなと思ったらすぐ引き返して見に行ってください。はい、
ではまず第1話のあらすじなんですが、ムシシの世界観全体の話についてはですね、うん、民族学オタクムシシを語るというね、うん、あの回の方を一回見てください。そうだね、うん、あの黒川くんが主人公でいいのかな、銀行の、あ、ね、あの微妙な写真っぽい微妙な写真に無理やりタバコくっつけられたようなねサムネのやつですけど、ムシシって書いてある、そう、あれをねぜひ見てください、はい、で今回は この第1話の、あらすじだけ話します、はい、緑の座というお話ですね、うん、緑の美しい深い深い山の中、誰も訪れないそこで立派な構えの屋敷に住む少年がいました、うん、名前はイオロイ・シンラ、まだ12、3歳ほどのあどけなさの残る彼は4年前に祖母を亡くしておりますと、うんうん、で一人きりで暮らしている。そんなイオロイ少年は特殊な力を持っていて、そのためにこの家に引きこもってそれでも悠々と暮らしているのでした、うん、そんな彼のもとに一人の男が現れます。白髪緑眼緑色の目で、怪しげな木箱を背負ったその男は虫師という怪しげな仕事を生業とする銀行という名の男でした。神羅、うん、の能力について調査をしに来たという銀行に対して、イオロイ少年はその申し出を断りながらも、久しぶりの他人との会話に喜びを覚えたため屋敷に泊まっていくように誘います。その夜、用を足しに夜中目覚めた銀行は屋敷の中で謎の着物の少女と開口するのでした、というのが1話ですね。ということですね。はい、あらすじです。はい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 。どうでしたか。そうだね。うん、ここからはネタバレ込みます。うん、はい、まずその信楽くんが、はい、鎧信楽ですね、うん。左手で文字を書くと、うん、文字じゃない、文字だけじゃないんだな。絵を書くとそれが立体物として、そうですね。うん、出てくる生き物、生命を持ってしまう。そういうことですよね。うん、だから山にこもって。いると、うん、そして、おばあちゃんが、うん、なんか虫、難しいんだよね振り返ろうとしてもね、難しいんだよ。そう、第一は難しいんですよ、うん、まあおばあちゃんと信楽くんが一緒に生活してたんだよね、うん、で信楽くんはまあ別に知らないんだよ、おばあちゃんの複雑な事情を、うんうん、でもおばあちゃんはその若い頃に、ね、まだ幼い頃に、うん、30年後生まれてくるお前の孫はね、ちょっと生物界の法則を揺るがしうる能力を持って生まれてくるから、埋め付けしてくださいと。でそれになるにあたって、あなたはその人のままでいられたら困りますから、うん、ね、あのいずれ死んじゃうから、ちょっと虫になってもらえますってことで、うん、虫のなんかトップみたいな存在から、ね、生物世界のトップみたいな存在から、お前は虫になりなさいってことでお酒を飲まされるんですね、うんうんうん、後期と言われるやつ。この後期を飲まされるんだけども、途中であの宴が中断されてしまったと。そう、あれなんで中断されたの。あれあれ単純にそのカラスが襲ってきたからですあ、それはそれでいいのか。そう、虫ってその、うん、あの一番下等な存在なんですよ、生き物の中で。あ、虫死世界の虫3つの虫は。そうだね、あの生き物のなんか流れの説明とかもあったもんな、うん、腕 の血管に例えてどうっていう。そうそう、ここで収束していって、うん、この心臓に一番近いところにいるのが虫だと、うん、生き物の生命の形の一番根源に近いのが、形に近いのが虫だっていうのが、うんうんうん、その説明でした。そうか、そうだから虫になってくれって言って、でもその儀式が失敗しちゃって、それはなぜかというと彼らも虫だから、はあはあはあ、うん、虫が人っぽい形を取ってるだけなんですね、あの段階だと。でカラスに襲われてしまい、捕食されてしまい、で宴は中断、うん、中断されたがゆえに半分しか後期飲めなかったので、うん、半分おばあさん虫になって、うん、その分離されちゃったんだよね。そうだね、本当の人間体のこう幽体離脱というか ね、 そんな感じだったね、分かれましたよね、うん、で人間として残った半分このレンズの方はおばあちゃんになるまで生きて、うん、で信楽くんをまあ海外しく世話をしていたんだけれども、残されちゃった方のレンズさんは、うん、その女の子の姿のままでずっと養老池にいたというわけなんですよ、うんうんうん、そういうことだよな、はい、はい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 。いや、そうで、その普通の人間として残ったもう半分のおばあちゃんは、うん、その虫という存在をすっかり忘れているっていうことで、うん、忘れてるのか、でも個人的には俺あれ嫌悪してるだけだと思うんだよね。あ、その虫というか変な存在はさ、うん、その分離した時点でさ、うん、体験してるわけじゃん、うん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 、でそういうものが移動もいるらしいってのは分かってるけど、うん、そいつに言われた通り自分の子供ってか孫が変な能力を持って生まれちゃったもんだから、うん、それ自体その現実が嫌なわけで、おばあちゃんは。はあ。だからそれを認めたくなくて、お前はかわいそうな子だって言ってやってたんだけど、うん、おばあちゃんは虫っていう存在を知っていたし、うんうんうん、そういうものたちが、自分の
孫に対してそういう風に言ってるっての分かってるから役割は全うしようとしたじゃん。左手ぐるぐる巻きにして、うんうんうん、そうだね、うん、なるほど。そうか、別に忘れてるんじゃなくて自分自身のその体験も含めて抑え込もうとしてるようなっていう風に俺は読んだけど、ね、はあ、うん、なるほどな。そんな感じがするんですよ。そうなんだ。このね一個一個がねやっぱりね なんでこうなったんっていう ね難しいのが難しいんだよな。あのこのなんか頂上的な存在、うん、虫が人の姿を取って人に干渉してくる存在、うん、これね最終話まで出てこないの。あーそうなの。1話で出てきて最終話まで出てこないんだよ、うん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 、出てこないよね滝くんね。そう。ちょっと今ねあの画面外に編集スタッフがいて彼も見てるんですけど虫を全部、うんうんうん、そう出てこないんですよ。この人間より過当な生物のはずなのに、うん、自然法則の流れを知ってるから人間より選ぶれる存在、うん、虫なのに選ぶれる存在っていうのが今後一切出てこないんで、そういう意味でも特殊だし、シンナ君の能力はあのこの以降の話でも一切関わりないんですよ。あ、そう、それもややこしいんだよな。そうなの。そう、いや、そのシンナ君のそのなんて言うんだろうな、立体化してしまう命を生み出してしまう能力が、うん、出てこないから出てこないんですよ。この子のお話も一切出てこないし、あれが虫とは一切関係ないお話なんです。そうなんだよな。だからちょっと分かりづらいんだけど、うん、確かにそこごっちゃになってるんだけど。ただあれは連載始まった最初の1話だってことを考えてほしい、うん、世界観定まってないんだからね、定まってないんだからなるほどなるほど、ちょっと許してほしいです。あ、了解しました、はい、というわけなんですよね。はい、ちょっとじゃあ、 あの僕のうん一方的な愛情を語らせてもらうんですけど、はいはい、もうそもそも1話からオープニングのあるアニメって好きなんですよね。1話からオープニングのあるアニメ、そう、オープニングムービーと曲があるアニメ、うん、あ、最近のアニメってさ、確かにね、オープニング曲を1話の最後に聴かせてで、うん、次回からはオープニングが通常通り、今エンディングもあるみたいな。今それ通例じゃん、うん、俺あれあんまりでさ、あー、そうなんだ。オープニングってオープニングのために作られてんだからさ、最初の1話からさ開幕ボンと出してほしいんですよ僕は。まあ今のね現代の演出もおしゃれなんですけど、僕はああやってこうなんか最初にオープニング曲と、うん、あのオープニングムービーを持ってきてくれることによって、あ、作品の雰囲気ってこういう方向性でいくんだっていうのがつかめるわけですよ、うんうん、であの曲調とちょっとなんていうんですか、ああいうのR&B っぽい曲、うん、で英語の歌詞でした ねアコースティックな感じの曲 で、うん、でちょっとささやくような歌詞でずっとなんかこう照葉樹林の中で、ね、火がチラ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 散ってるようなイメージで、うんうんうん、で始まる、うん、っていう感じが、あ、このアニメ上品だなって思わせるのがもう僕はとにかく好きでしたね。そうか、じゃああのオープニングがなかったらで考えると、うん、最初にそのなんか虫ってとはみたいな、そうですね、一旦の説明が入るじゃない、うん、およそ投資とされる稼働で機械ってやつですね。 なんかおばあちゃんの声みたいな感じの、あれちなみにあの今後登場する見ない玉というキャラクターの、あー、そうなんですけど、あー、なるほどなるほど、はい、そう、あれがあって直で、うん、じゃあ新楽君の話言ってたら整理追いついてないかもね。そうだね、そうだね、うん、そうだと思う。急にそう急に入っちゃう、その全てをそのうん、その一瞬で飲み込まなきゃいけないから、飲み込まなきゃいけないから、あのオープニングは確かにあった方が、そういう意味でもこの子の書いたのが虫なのってなるじゃん、うんうんうん、うん、あの説明がからだと一回区切ってもらうってすごい大事。そうだね、うん、うん、それはね大事だったかもしれないね。でも最初のね、あのそれ終わって、およそ投資最新もの終わりました、うん、オープニング終わりました、終わりました、パッとね出てくるのが円形に見える濃い緑の山々を映して、うん、でその後近景で見る葉の一枚一枚を若く鮮やかな原色に近い濃い、ね、うん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 、緑で見せる。これ惜しい惜しいよね惜しい、憎いね、憎い憎いね、もうグッと引き込まれるよ、ね、アニメがよくできてんだあのアニメは本当に翡翠の中に閉じ込められたみたいな、このクラクラする夏の感じ、ああすごいね、あれがいいんですよ、クラクラする夏の感じですって、クラクラするんですよあれが。うーん、そうだね、本当に何て言うんだろう、虫がそもそも緑ものとかね呼ばれるようなものであるって言われるっていうのは説明が後で入るけど、うんうんうん、それとのその説明とのこう対比に、対比というか連関によって、そうそうそう、生命の色緑みたいなものがね、うんうん、そうそう、こう
カッと出てくるわけですよ。すごく緑が印象付けられる一話なんですよね。そうなんですよ。銀子の目も緑だし、うん、銀子の目もねこの後上がってますなんか言ってるあれもね、なんか多い関係あるんですけどね、牛とね、なんかニクニクしてる好きなんですね、うん、そうなんですよ。でおばあちゃんなんだっけ名前、ね、レンズさんです、ね、レンズさんか、うん、レンズばあさん、レンズさんの目も緑っぽかったかな。そうだったかな、どうだったかな、うん、うん、だから覚えてないですけど、なんとなく虫っぽい存在なのかなみたいなことを考えたりね。そうなんですよ、うん、いいですね、いいですね見る目が超えてよ、うん、素晴らしい。でその後のね、うん、シンラの最初のセリフですけど、はい、シンラが背景と綴り書いて、うん、ね、日差しも徐々に和らぎとね、年がいもない美人をそらんじているところからですよ、うんうんうん、彼の身の上の苦労と教養が伺えるわけです。そう、12って言ってたもんね、さっきね。そう、12、13じゃない、あれ見た感じ。そう、あの見た目は本当にね、うん、小学校高学年とかかなって言ってもって感じ。 ねえ、あ、12っていうのはもう公式設定なの、わかんない、分かんないけど年齢大体そんなもんじゃないかなっていうのが伺えるよね、うん、でバンバン酒飲むじゃん。飲む飲むね飲むね、うちでつけた果実酒ですなんて。そう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 、お酒あそこはもう行く、まあ、あれかみたいな、江戸と明治の間っていう設定なんで、そかそかそか、設定っていうか、まあ、大体それぐらいの想定をしているみたいなんで、ちょっと今すぎたな、そうなんですよ。だからまあクッてやるんでしょうね、一人で月を見たりしながらね、うんうんうん、でおばあちゃんを4年前に亡くしてるわけなんで、ちょっと寂しい日々を過ごしている。うん、その4年間の苦労が残ってますよ、背景から描き始めて、うん、あの美人霊子ちゃんと並べられる時効の挨拶を泣かせられますよね、うん、4年の苦労、ね、なるほどな。おばあちゃんもちゃんと教育したんでしょうね、うん、そうだね、いいですよ、うん、しっかり見たんだろうなっていうのが分かるけどね。そうで最初に象形文字っていうさ、うん、あの鳥を描いて、はい、お日様の火を描いたら光ってたよね。あと木も描いてたな。そう、木も描いてた、うん、森かな、森か、森がニョキニョキしちゃったやつですね、うんうんうん、象形文字っていう実在物をかたどった絵を起源に持つ文字を初めに書かせて、それがニョキニョキすることで、それ生命を持ってしまって異常現象として物語に現れてくることで、僕らからするとこいつやべえってなるわけですよ。ちゃんとしまった、象形文字みたいな、たみたいなあ、その発想っていう、うん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 、象形文字だったって気づくところが強要ですよね。そうだよ ね、いや意味わかんないもんね普通、うん、なんで出てきたってなるじゃん、うん、他の文字出てきてない、うん、そうそうそう、あ、これ象形文字だならんならん、強要が高い、ほんと新楽いい子なんですよ。そうだね。そう、であとはそのなんていうんですか、家の風景とか見ても、うん、苔むすばかりじゃなくて雑草がさ瓦の間から生えてきてるとか、うんうんうん、通じてるあたりからもうあのこの時点ではレンズばあさんとかさ、要は保護者の存在って一切語られてなくて、うん、まあここで映ってないだけでいるだろうとは思えるんだけども、うんうんうん、実際はそういうところからそれを管理することのできる親鸞の保護者がいないことをね暗喩してるわけですよ。なるほどなるほど、あの一瞬のシーンで、うん、ね、それ漫画でもやられてますすごいんだからそうかそうか。そうで、まあその後銀子来るじゃん、うん、で銀子が縁側でシンラと喋ってるじゃん、うん、あれね民族学のフィールドワーク聞き書きとかなり近いんですよ。だからそうだよね、うん、あのシンラ君はその調査はお断りなわけなんですよね。そうです、もうこれ以上その深掘りされたくないと、うん、てかもう言うなって多分言われてるんだろうし、うん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 、なんだけどいい、ね、それをちょっとずつのこの質問で、うん、なんとなくもう調査が始まっている。そうそうそう、この感じ、私の先生の先生、うん、フィードワークすごい上手な人がいて、縁側とかあってあのそこのお家の人と目が合ったら、あーどうもどうも、いやまず座ってくださいって言うらしいですお前が家主みたいな振る舞いをねそれらしいです。おうおうおう、そうするとあっちもおーどうもみたいな感じで座って、うん、であとこっちも座って、で席回しを始めていつの間にかフィードワーク始まってみたいなことをやる人もいたらしいですね。だから個人のライフヒストリーみたいなのを焦らず上手に聞き出して発話を促しながら情報収集をする、うん、そうだよね、優秀なフィールドワーカーですよ銀行さんは。うん、確かに、うん、そうだそうだ、そうそうそう、あれ勉強になりました本当に、ね、うん、この姿勢ね、姿勢ね、そうそう。で縁側を映してると、うん、なんかちょっと僕らとかとすると違和感に気づくわけなんですけど、なんか屋敷でかくねと。ああそうだね、うん、屋敷でかかったね。この屋敷がねでかい理由はね後で喋ります。これは考察しないと分かんないんですよ。あ、そうなの。そうなんですよ。そう、ちゃんと屋敷が大きくて構えがしっかりしてるのに意味があるんですよ。え、そうなの。深読みですけど。うわ、全然そこ意識なかったわ。意識なかったでしょ。なんとなく銀行がでけえなって言ってたのは覚えてるけど、お話の構成を見ると分かってくるんですよ、うん、はあ、うん、あれは
あの物語、あの銀行が来て、うん、銀行が帰っていく物語じゃないと成立しないんですよ。あの屋敷の広さ説明するには、うんうん、まあ後で説明します、はい、でその後初めてレンズと銀行が出会うじゃん、うん、でここで癒しい虫しめって言わせるところがね、僕は憎いなと思っていて、おというとこれあの虫しって、うん、っていうかまあ銀行って渡りいろんなところを移動して活動する、まあ、定住しない職能者なんですよ、うん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 、こういう人たちをあの癒しい仕事だとして差別する行いって日本に限らず、まあ、多くの文化圏で見られたことなんだよね。あ、なるほど。ジプシーとか、うんうんうん、まあ、彼ら職能集団っていうよりは集団だけど、まあ、あと日本だとキジシとか、あとね山家って言われる人たち、うん、山に定住してこう山家っぽい人もね後々ね虫に出てくるんですけど、あ、出てくるんだ、はい、渡りって言われる人たちが、こういう人たちはその専業だと揶揄されて、うん、あの平民の、平地の人に揶揄されていたっていうのは事実、歴史的事実、うんうんうん、でこの作品の世界観で、まあ、虫師って町医者とこの漂白していく、漂白者渡り歩いていくの2つの属性を持つことが多くて、でまた目に見えないものを怪しげな方法で解決することから民間宗教者としての役割もかなり横いんですよ。まあそうだね、うん、正直まあじゃあ僕は、虫が見えない世界で生きているとして、うん、そういう虫師っていう人が、うん、知らんとこからやってきて、うんうんうん、でもなんか僕が見えないけれども周りで起こっている不可解そして嫌なことに対してそれは虫の仕業ですよと、うん、こうすればいいんですよなんて言われたら、うんうん、こいつは何を言ってるんだと、そうね、仕事言ってるんだ、しかも薬飲ませてこようとしてるみたいな、うん、こともあるわけです、うんうんうん、そうね、確かにね、実際そこのいざこざでちょっとうまくいかなかったお話もあるわけです、うん、ああるんだ、3話目は雨か4話目か多分ここに書いてある、あーそう、ここにはないか、次の次ね、次の巻ぐらいなんですけど、うん、悲劇が起こっちゃうようなこともあるんですけど、やっぱりこの世界では虫師っていうのがそういう扱いをされているというのを、うんうんうん、この癒しい虫しめと、はい、虫ピンを持ってそれで口出しにして飾るんだろ、癒しい虫しめって言わせることによって、うん、今後の物語における虫師の扱われ方っていうのを最初に提示してくれてるんですよ。なるほどなるほど、そうか、あの虫ピンってそのシュッて出して、うん、その虫ピンで刺して飾るんだろって言われたけど、うんうん、あの時は使ってない、使ってないですよね、あの最終手段みたいなね、最後あれで刺すみたいな、まあ、ぶっちゃけ虫ピンほとんど使われないですけどね、あ、そうなんだ、今後の作中やっぱり、最初の1話なんで、うん、盛り込むんですよ設定をたくさん入れるんですよ、うん、そうか、そう、あれで飾る、それは何のために飾るんだろう、ね、別に飾らない、だからあれ要は煽ってるだけだよね、あ、それで飾るのかみたいな、なるほどなるほど、虫ピンってそれで使うんだろみたいな、そういうことか、ような多分扱い言い方だと思う、うんうんうん、あれ多分煽りですね、多分、でもその後に出てきたさ煙、うん、あれ虫タバコって言うんですけど、うん、あれ何が面白いって煙に巻くって言葉がさ、はい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 、はい、実態になってるわけじゃん、そうだね、あの設定面白いよね、あれね弱い虫なんですよ、そうだね、あれも虫だって言ってたもんね、そうタバコ自体が弱い虫で、うん、あれふって吹くことによってその仲間を好むタイプの虫なんで、うん、近くに虫がいるとそういうまとわりつくっていう性質がある、それを虫は利用してる、うん、だから虫を退治するような仕事のように見えるけど、虫を利用しつつ虫と調停を図るのが虫師の仕事、そうなんだよね、そう、そこで一個思った、虫使う側っていう、うん、そうそうなの、うんうんうん、でちなみにあの木箱の中にもその電気通信の代わりになるこう手紙を入れてやり取りするための眉玉みたいなのがあって、はあ、この眉玉もあの虫の移動経路を活用してやり取りしてる、うーん、通信手段になってるんですよ、なるほどなるほど、これのねお話もあるんですけどね、まあ、切ないんですよね怖いしちょっとね、あ、そう、はい、うろまゆとりって話なんですけど、うんうん、まあいいやこのレンズがさあの出てきた時、うん、山中の屋敷に着物の少女の姿をかたどった人ならざる少女がいるっていう感じ、うん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 、これさ日本人が大好きな座敷わらしの文脈に載ってるんで、あーそうだね、うん、ザ座敷わらしみたいなスタイルだった、ね、スタイルだったでしょ、うん、だあれでそのちゃんと私の作品はメジャーなもの提供もできますよっていうのをね目くばせしてるわけです吉原先生、なるほど、そうか、その最初のねその文字が飛んでっちゃうっていうなんだこれはっていうのじゃなく なくて、まあ、それもあるけど、うん、ちゃんとメジャーなものを抑えてますよ、うん、いけますよと、いいわけだ、あうまいよね吉原先生も上手だし編集も上手、編集の人が偉い、だか ら、うん、だから今言われてやれるまで気づかなかったけど、うん、そういうのがあって
よくわからなすぎる世界じゃなくて受け入れる橋をちゃんと作ってるってことなのね。そうそう、そうなんですよ。うまいまとめ方が。なるほど、うまいよ。30はできるね。いやでも、ね、でも言いたいことわかった。そういうのわかった。そういうことなんですよ。そういうことか。だから1話としての責任をちゃんと果たしてるんですよ。なるほど、そういうことない、うん、1話としての責任って。そういうことです、うん、まあ他にもいろいろあるんだけど ね、まあ、そうだよね。受け入れる体制を作る、うん、これから言うことをちゃんと、ね、聞いてもらうっていうのは大事だもんね。そうなんですよ。1話はで、その後に出てくる、まあ、セリフがこのお話で銀行の言うセリフの中で一番魅力的な、うん、見るなって言われたら見るわけにはいかんだろうやっぱりですね。あれが銀行の人となりを表している。あのちょっとひょうきんで茶目っ気のある感じ。そうね。でも朴突とした喋り方雰囲気、うんうんうん、ちょっと優しいっていうのが銀行のパーソナリティです。なんかさ、うん、その見てはいけません、見ないでください、うん、でも見ちゃう、うん、それで待ってる結果ってさ、ダメなやつしか知らないからさ、ね、それの恩返しとかさ、見ましたねっていうことになっちゃうから、うん、見ていいのって。確かにその点では見るなの座敷っていう昔話を聞いたんだけど、その話、はいはいはい、その辺の論理は汲み取ってないよね。そう、あ、見て成り立つんやっていう、うん、あ、成功しちゃうんだみたいな。そうそうそう、そこはあったけどね、うん、あ、でもさ、それ考えると、うん、あの元々組まれてた座組だけど、うん、見た結果レンズが、うん、あの 人として暮らすことはできなくなってるよね。要はミルナの座敷のお話って、うん、見ないでくださいって言った鶴が人に化けた存在が、うん、本性が鶴だっていうことをバレてしまって人間として暮らせなくなっちゃう話じゃん。 ある一面、はははは、うん、レンズはあそこで、まあ、見たことによってではないが、うん、見たっていう経緯を経て直接的間接的要因もないが形式としてはあそこでレンズは人じゃなくなってるんだよ、うん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 、もう人として戻ってくることはできなくなって完全に虫になってしまった。なるほど、半虫半人だったのが虫、全虫に、ね、全虫になった、なったと、うん、全人になる可能性もそれまではあったかもしれないのか。ないです。ないんだ。ないんだけど、ないんだけど、うん、あそこで取り返しのつかないところになってしまうっていう形式はミルナの座敷と一致してるよね。なるほどなるほどなるほど、うん、深読みおじさんですこれが。こういうことをやっていきます。なるほどね。そう、うん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 、で、まあ、この話を大まかにまとめると、うん、っていうか、まあ、虫師全体の話をまとめるとね、うん、あの、まれびとが来訪するっていう形式を取ってるんですよ、虫師って。要は、銀子がまれびとですね。そういうことだね。銀子っていう外部の人間が、すでにある秩序に対して入っていくっていう形式を取っていって、うん、で話によってはだから、まれびと殺しのフォークロアの話をね、以前、あの、水野さんたちがしていた、うんうん、ゆる言語学ラジオの水野さんたちがしていたんですが、あの、外部から来ているものを殺して、その殺され、そのものの富を奪うことでそこは成り立つみたいな、うんうん、でそういう風な論理で説明することによってある種の説明装置の役割を果たしたある人が、飛んでいる、うんうんうん、不合になっていることの説明としたみたいな話がありますけど、やっぱりそんなに近い形式を取るんで、結構銀行ってその外から来たものとして、まれびと殺しに対象になりそうになったりするんですよ、うんうん、殺されそうになったりとか、で他には取るに足らない扱いを受けたりとか、まあ、あくまでちょろっと入れ知恵するだけの役割を果たすだけの側面もあって、うん、でそういった点を見る中、諸国を漫遊する僧侶のような振る舞いが結構銀行多くて、うんうんうん、物語の形式としては仏教説話が結構近いんですよね。なるほどなるほど、うん、その行った先でこんなことありました、そう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 、話でまたどこかとかいつかとか語られないところから、うん、なんか昔話っぽさもある。あー、確かに確かに確かに、うん、昔々あるところでじゃん、あの話、うんうん、ね、昔話っぽいんですよ。でかつ仏教説話っぽいんですよ。あ、でそれに加えて、その本来昔話ではとか伝説では結構写生されがちな、うん、そこに出てくる登場人物の感情とか背景事情の機微の細密な描写があるわけじゃん、うん、そうだね、漫画だからね、うん、ヒューマンドラマだから、うん、でその点で昔話と伝説と違うんだけど、形式が極めて昔話に近い形式を取ってるから、うんうんうん、現代の創作昔話なんですよ。銀行とか虫師って、はいはいはい、言ってることはよくわかる。そう、うん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 、でじゃあ銀行はその昔話の中でどういう役割を果たすかっていうと、これ俗に言うトリックスターってやつなんですね、うん、トリックスター、うん、ある秩序がある場所に違う秩序を持ってきたりとか、うん、ある秩序がある場所に入り込んでそこを撹乱して新しい秩序を生み出す存在っていうのが、うんうん、結構神話で見られるんですよ。ほうほうほう。アメリカの、原住民先住民の神話の中ではコヨーテっていう存在がそれに当たって、うんうん、その大体そのなんていうかな、お日様が吸っていたタバコの火を盗んで
お姫様から火を簒奪することによって人にその火を与えたっていうようなストーリー、うんうんうん、火を独り占めしてた神様から人の世に火を与えたモーターみたいな。ほう。でもコヨーテは一方でずる賢いやつだからって言って蔑まれたりする存在でもあるっていう面白い立場なんだけど、銀子はある異常が原因で停滞または障害を感じている場面に、うん、虫っていう秩序を持ってきて凍結していた現実を破壊して新たな秩序を作り出すことで膠着を解消しているんですよ。ね、わかるよね。そう、わかる、わかるし、まあそれはあと虫を持ち込む、もしくは虫を取るっていうことでもある。そうそうそう。てかそれはね、虫のという概念を持ってきてる。あ、概念を持ってきてる。それは虫だよ。オッケー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 。それは虫の仕業だなって毎回言うわけなんですよ。うん、それがね、銀行の役割、うん、どの物語でも果たす銀行のトリックスターっていうのの役割なんですよ。なるほど、うん、そろそろ民族学的な話もしましょうか。あ、結構入ってたけどね、うん、意外とね、思うよ、うん、いくつかの要素に分けてみました、はい、絵が動き出す、あ、はいはい、タバコ、タバコ、それからね、繁華系の茶碗というか、まあ、宴の失敗、あ、そうですね、うん、それから杯が割れたもんね、そう、それからこのお話のでさっき屋敷がでかい理由の話しましたけど、うん、を説明できるお話として迷いがっていうのがあります。ほう、うん、一つ説明しますね、はい、絵が動き出すっていう要素は結構日本中の伝説とか民話で見られます、うん、例えば弘前城のお話で弘前城の加納宝岩が描いた襖絵の和紙が飛び回ったと、うん、あー、なんかあるね、うん、ので目をつぶしたみたいな話とか、うん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 、あのある神社の左神五郎というねすごい彫刻家がいるんですが、うん、彼の彫刻した竜が動いて電波塔を荒らしたので、うん、目に釘を打ち付けたとか、うん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 、他には加納俊介の天井画の竜が池の水を動いて池の水を飲んだので、うん、目を釘で打ち付け鱗を塗りつぶしたとかいう話が結構あるわけですよ。とか目をね、何かとねでもこれもねちゃんと理由があるんですね、うんうんうん、で竜の話に並んでこういう竜の話2つ出てきました。でわしが1個ありました、うん、鳥の話多いっす。なるほど、うん、で竜の話も多いっす、うん、それに並んでやっぱり絵馬に描かれた馬が夜ごと出てきて暴れるので高名な画家に手綱や縄を書き加えてもらったみたいな話も結構あるんですよ。はい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 。僕の故郷の、千葉県柏市の、うん、にある有名なお寺さんでは絵馬が飾ってあるんですけど、うん、この絵馬が夜ごと抜け出して近くの電波と荒らしたから、うん、そのこの絵馬の、馬の目を潰したみたいな話も実際僕はちっちゃい頃聞きました、うん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 、でそういうのは結構日本に多いんですね。で仏教に深く帰依した人物が特別その描いた絵に対してこの法力みたいなのを持って動かしちゃうっていうのはよく見られるモチーフなんですよ、うん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 、で名工名画家が作り上げた作品には命が宿る、うん、現実に影響を与えるというような物語の要素とかそれを支える認識っていうのは、うん、僕たちのよく知っている四字熟語画竜転生を書くにも見れるわけですね、はいはいはい、うん、で先に紹介した例が目をつぶしたっていう要素が多かったじゃないですか。多かった、ね、こういう例が多いのはこの画竜転生に由来しているとも考えられるし、うんうん、あと仏像のさ開眼供養って聞いたことない？ああ、ありますあります、はい、魂を吹き込む仏像にね、うんうんうん、一番最後にやることやっぱり目なんだよね。そう、目を描き入れるんですよ、うん、でこれに対して目をつぶすことは逆にその生命を奪うっていう行為にはつながってくるわけなんですね。そうだね、そうだね。で仏教ベース、仏教文脈の話として出てくることが多いから、うん、仏教文脈で対処していく、うん、仏教文脈で目を入れると動いちゃうから仏教文脈で目をつぶして対処するっていうのが、うん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 、要はここに通底していることなんですよね。そうか、なるほどな。でこの片目をつぶす、うん、片目であるというモチーフはアニメ版虫師12話であるとこのスガメの魚っていう話とつながるんですよ、うん、でこの話はね銀子の生まれた理由の話なんですけど、うん、これあの日本にっていうか世界中の民族で見える釘、供物、うん、だから何かを犠牲に祈るというのこう考え方概念と結構重要かつ関わってくるテーマになるんで、うん、これはね12話で本格的に扱いたいと思います。あと11回後です。そういうことですそういうことです。あ、でもさ今その話聞いててね、その絵が動く、うんうん、パターンっていうのが、うん、昔から結構あると、うん、それで考えるとさ、そのあのちょっと違うかもしれないけど一休さん、はいはいはい、ああね、のありますね、屏風の虎、うん、じゃあこの屏風の虎をさ出してみてくれよ、うん、あ、捕まえ、どっちだ、捕まえてみてくれよと、うん、言ってじゃ出してみてくださいって言われて、うん、あのね私が捕らえますから、うん、いや、そういうのじゃなくて
みたいな、そのすごいただのへりくつでなんかこう乗り越えちゃう、その言ったらまあそうだよね、トンチってへりくつの究極みたいなもん、うん、なんだけど、その絵がその力のある人のその絵によって動き出すみたいな、そういう文脈を知ってると、あ確かに虎を動き出させないやつの方が悪いのかっていうあのね、記憶が正しければ、うん、あの絵も名画家の手によるものなので夜動き出すっていう論理付けを吉光してた気がする。あ、そうなんだ。記憶が正しければね、うんうんうん、まあそのバージョンがいっぱいあるんだろうけど、うんうん、あれって何回も何回も語られ直してるはずだから、うん、だから、うんうん、そう今そこと関連付けて、確かにそうね、日本で一番有名な動くとされた絵ってあれだよね、うん、多分ね、そうかなと思って、うんうん、そう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 、そういう背景があるわけだから、うん、そのあの場でこう生き物が、ね、描いたものが動き出すっていうのは、うん、日本の説話上にも結構見られるモチーフであるってわけだし、うんうんうん、その中でも鳥が選ばれたっていうのは、なるほど、またちょっと意味があるんじゃないかなと思っていて、うんうん、宮城県仙台市青葉区に伝わっているあの鶏橋っていう橋についてのお話があるんですよ。もともとはこのある街道を横切る渓谷にかかっている橋だったんだけど、前を1羽のメス鳥、オンドリだ、オンドリが欄干に止まって夜なのに鳴くと、うん、調べてみると大崎八幡っていうね、八幡様、うん、八幡神社の、絵馬堂の絵馬の鶏が抜け出してたらしいってことが分かるんですよ。おーおーおー。でこの絵馬に、金網を張って逃げ出せないようにする。そうしたら間もなく大洪水が起こって人も家も流されて、あれはあの私たちに災害が起こることを知らせるために出てきてくれたんだ、うんうんうん、っていうのが分かるみたいな話があるんですよ。なるほど。で鶏橋っていう名前になりましたっていう話なんですけど、この結構な割合でね、鳥って何かを告げるモチーフをするんですよね。何かが来るとか何かが起こることを最初に告げるモチーフになるんですよ、うん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 、そうなるとあの場で鳥が抜け出して、それを銀行が潰して、銀行の来訪を信太が知ったのはやっぱり昔話モチーフの文脈に載ってますよ。なるほどなるほど。あそこはだから火でも森でもなく鳥である必要があったんだと。あったわけですよ。深読むね。深いでしょ。なってくるんですよ。深読む ね。あれ大事に、ね、鳥である必要があって、うんうん、虫でよかったんですよ。あれだって別にね。まあ確かにね、それこそね。シャカシャカシャカって出てきた。タイトル通りでもよかった。ボキボキでもよかったんですよ。画数が多くてもな。うん。そうか。なるほどな。でタバコ出てきましたね、うん、さっきも虫タバコの話しました、うん、タバコがそのまま怪異の退治方法として活躍する場面っていうのがいろんなお話で登場するんですよ。うん、例えば上バミっていうめちゃめちゃでかいヘビの退治方法、うん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 、でこれはあの上バミが出てくる話っていうのは基本的にその上バミでかいヘビをちょっと知恵者がダマクラ化して財宝を得るっていうお話になってくることが多くて、うんうんうん、でその過程で上バミが自白するんですよ。俺の苦手なものはタバコのヤニだっていうんですね。へえ、うん。だからタバコのヤニをいっぱい用意して脅かす。でお前が怖いのは何だって随前に聞かれてたから、うん、あこっちは黄金が怖いって返しておくと、うん、で要はマジ怖いの論理だよね。怖いものをそういうこと、うん、押し付けてやろ やられ返したからヘビがクソ黄金くれてやるって言ってわははってなる話なんですけど、そういう風に上バミでかいヘビはタバコは苦手だと、うん、でキツネの伝承なんかをたくさん見てみると分かるんですけど、キツネとかタヌキ、あのね彼らも化かそうとされた時にはタバコを吸って退治するといいみたいな、へえ、一服つくといいみたいなねことは結構言われるんですよ、うんうん、タバコの煙が弱点だってキツネとか、うん、でそれからあの以前も話した気がするんですけど、送り狼っていう妖怪がいて、はいはいはい、あの飲み会の会にお持ち帰りするよね、我お兄さんじゃないですよあの山中歩いていると一人、うん、ずっと後ろをついてくる犬の感じがする、うん、で転んじゃうと食べられちゃうっていう話ですね、うんうん、だそういう時転んじゃったらもしどうしたらいいかっていうと、一休みって言いながら一服することが大事だっていうような話があったわけなんですけど、そんな風にそのある怪異を対処する方法としてタバコって結構選択されやすいんですよ。それはやっぱり今のそのちょっと一息つくっていう文脈が、そう、それが大事なんだと思うんだよね、うんうんうん、焦った時に道に迷うから、うん、普段通い慣れた道でも迷うからキツネとかタヌキに化かされたって感じがするわけで、はい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 、なんか騙されてる化かされてるっぽいぞって思った時、焦ってる時なんですよ、うんね、うん、だから一服ついて、あなんてことねえやってさせるのが良いでしょうっていう風に言われたもんなんじゃないかなっていう風に思われるんですよ。なるほどな。で昭和48年東洋大学によって採取されたお話の中にこんなのがあります、うん、1971年のこと、ある男が夜遅く車で足尾の方を通りかかったと、うん、
子持ちがいたので乗せてやったと、うん、夜道にね。どこまで行くのか聞こうとしたら車内に姿はなかった。あら。その男はその後入院したと、うん、で後で調べてみると無縁仏が祀ってほしくて出たんじゃないかっていうような結論になったと、うんうんうん、なので以来そこを車で通るときは窓を閉めてタバコを吸って気を沈めろと言い合っているっていう話があるんですよ。言ったらこのタバコで対処するタイプの現代版の話ですよね、うん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 、だから快適な存在に対してはまず何よりも冷静さが必要で、うんまあ、少なくともそういった演出が解決につながるっていうのはどうも生活の知恵として語られ続けてきたらしい。なるほど、わかるんですよ。でこれからも語られるのが分かったよね、この1971の事例があったわけだ、うんうんうん、お前まず一服しろよっていうシーケンスがあると。でそういう意味で僕タバコの果たす役割が結構好きなので、うん、なんか山登ったりとか山に入っていくときはだいたいタバコ一箱持ってくんですよ。スースワナに限らず、スースワナに限らず。へえ。もう一個ね、山男とか山人って話があって、うん、山の中に住んでる身長の高いでっかいやつ、うん、で力比べとかしてきて、うん、あの遠野物語とか読むとその力比べで負けると死ぬんだよね俺たちがね強いな。でそういう山人とか山男って、うん、なぜかタバコを渡すと喜ぶらしいの。ほう、うん、でそういう伝承があるとかそういうこの文脈にのっとってお守りとして私はだいたい山登るときはタバコを持っていく。これ私の個人宗教。あーそうなの それめっちゃ個人宗教だね。個人宗教だよね。そうそうそう、うん、こういう話もあるというわけなんですね。なるほどな。でもね時間もあんまり結構押してきてるんで、うん、ちゃちゃっと進めますけど、はい、半掛けの茶碗の話、うん、まあ、要は宴の中断について、うん、これはまあ、よもつへぐいは結構ちゃんとお話の文脈にあるな、根っこにあるなと思っていて、よもつへぐい知ってる？知らない。これ、ね、漢字で書くと、うん、黄色の泉に、あ、よみ、そう、よみ、うん、に戸板の戸に喫煙の喫、喫茶店の喫なんですけど、うん、要はあの世で飲食をしてしまうってことなんですよ。ああ、はい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 、はい、なんか聞いたことない。千と千尋の神隠しの最初的なこと。そうですね、あれはよもつへぐいですね。もともとは危機神話におけるイザナギがイザナミを迎えに来たかった、うんね、死んじゃったイザナミが恋しくて迎えに行くんだけど夜に、うん、でもイザナミはあっちの世界で飲食をしちゃったから、あ、もう帰ってこれないよっていうんですよ。それで帰ってこれないんだっけ。そうで、あそこでレンズがやってることは虫の世界で飲食をすることだったじゃないですか、うん、はい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 、うん、で半分で終わっちゃったから半分あっちに行っちゃってるっていうような構造だったんだよね、うん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 、だからあれはよもつへぐいの要素がやっぱり入っていると言えるわけです。で最後、うん、迷いがっていうのを挙げました、うん、あれだけ山深いところに結構住まいが構えられているわけなんですけど、うん、割としっかりした土塀で白塗りでしたよね、うん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 、あれ異様ですよね。だからその家があるところだけ平てえのかなっていう、ね、土地がねしっかり思っちゃうし、うんうん、だって土壁が必要なのってさ、周りに家がある環境でだけじゃん、うん、あ、確かにそうだね、うん、それもそうだね。なのに土壁がある。まあ言ったら神羅が生まれた段階であそこに越してきて、うん、神羅のやっちゃうのを見られないように土塀を作ったとも考察はできるんだが、私はそっちじゃないんですよ、うんうん、あれは神羅の家って異教、異なる里、異教である、では隠れ里であるっていう読み解き方の方が私は正しいと思うんですよ、うん、ほうほう。これ遠野物語に迷い画っていう話があるんですよ、うん、迷い画って話はだいたいその普段行いのいい女の子が川とかで作業してたりとか山中で作業してると、じゃあ川の話の場合にお説明しましょう。川で作業してると上流からお椀が流れてくるんですよ、漆器の、ほうほう、漆塗りの。こんな上等なお椀どっから流れてきたんだろう、うん、でその女の子はそのお椀を返しに山中川を登っていくんですね、うん、そうすると山中には見たこともない構えのいい屋敷があって、はい、ドンと、はい、でそこには誰もいないんですけど金銀財宝があったりとか、うんうんうん、その流れてきたような漆器のお椀がいっぱいあって、あら素敵。でもうこの子つつましいのでお椀一個だけ持って帰るんですよ、うん、で帰ってきて里に着くとそのお椀から金が湧くとか、うーん、要はそのある山中の出入りの難しい場所、あ、でももう一回行こうとすると行けなかったりするんだけど、うんうんうん、山中の出入りが難しい場所にある屋敷に行って財宝を持ち帰ってくるっていう話なんでね、うん、これね。虫師1話振り返ってみると、山中にある人の出入りが困難な屋敷から器を持って帰ってくるっていう点で迷い画と物語構造を同じくしてるんですよ。確かに最後緑のあの器をね、そうなの、持って帰ったね。そうなんですよ、うんうんうん、で迷い画のお話って今言った通りその何か漂流してくるお話の要素が多いんだよね、うん、
で、川が出てくることが多いと、うん、で大体お椀は流れてくる。で桃太郎がどんぶらこしてくる要領で、うん、その山中にある異界から川を媒介として異界のものが来るから異界があることが分かる、うん、繋いでくれるっていう話なんで、うんうん、川がないと成り立たないんですよね、はいはい、一見すると虫師第一は緑の座には 川が出てこないんですよ。一見するとね、あのね、うん、ずっと緑でしたですよね、はい、でもね川あったんですよ。川、はい、紅葉を飲んだ時に足元に現れていた光の川があったじゃないですか。ああった鉱脈ですね。設定時光の脈とか言って鉱脈って言うんですけど、うん、あれを川と見立てた時にあのお話は成立するんですよ。なるほど。 それをたどってきた。そうで虫師は今後の設定で分かるんですけど、うん、この鉱脈筋というところをたどりつつ、うん、その場で起きている問題を対処したりするみたいなルーチンがあったりするんですよね。鉱脈ってその命の湧き出る流れだから、そこで過剰に命が湧いちゃったりして、うん、トラブルが起きることも結構多いわけです。そういうところには強い主とかがいて、その主と村人との葛藤があったりとかもするわけです。そういうところに割って入って仕事するから、要はそのホットスポットなわけですね、うんうんうん、主からしたら。だから初めから、銀子と信太たちっていうのは鉱脈によってという川によってつながれていたし、うん、そっから不意に、まあ、流れてきた信太の情報をたどっていった先で、うん、信太たちと出会って事件を解決して器を持って帰るんですよ、うん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 、あのお話は。でこのあとちょっとまとめるんですけど、銀行にとってどういう話であったかっていうと、やっぱりそういう迷いがの性質を有した、うん、異教訪問団っていうお話の形式になっているっていうのが言える、はいはいはい、だからこそ屋敷はあれだけ構えが良くなきゃいけなかったんですよ。しっかり異教でなきゃいけない、異教でなきゃいけない、異教であることを見せなきゃいけないっていうのお話の構造になっているんですね。でこの物語って、まあ、信羅にとっては理解し合えなかったと思っていた祖母の過去を知って、うん、愛されていたことを再確認する再会の物語、うん、ですね。でかつ自らの能力によって祖母の節眼を叶えてあげられた、うん、でまあ、そうすることで祖母にも肯定されたっていう自己肯定の物語であるんですよ、うん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 、で一方でレンズにとってはレンズばあさんにとっては選択とか決別の物語になってるんですよ、うん、人じゃなくなるって、ね、その人であることと人じゃなくなることのその悲劇性みたいなもの、うん、これってその人と虫の境みたいなのをずっと虫師って語り続けてるんですけど、うん、それの最初の1話の提示の仕方としては結構よくできてるっていうふうに俺は思うんですよね、うんうんうん、人と虫ってもうこういうふうに造形が近くても全く別のものだっていうのを最初に提示しておいてあげる、はい、これは取り返しのつかないことであるっていうのを1話で話す、これが1話としての義務を果たしている。なるほどね。そうだよね。ばあさんは迷う時間は短かったぞ的なね、うん、言ってたけど、やっぱりそこでは何かしらの葛藤が少しはあったことを示してるわけだもんね、うん、でも同時にあの信頼の愛情っていうのがそれを彫刻するものであったっていう話、うんうんうん、では最後にさ、銀子がさあのレンズに際してさ、これからはいつでもあんたがそばにいるんだからって言ったのさ、うん、俺あれアニメの方の言い方じゃないと思うんだよね。アニメの方は、うん、まあ安心しなよみたいな感じのちょっと優しい言い方だったと思うんだけど、うん、まあ、俺はね、あれはまあでもお前はもう虫になっちまったからなの方だと思うんですよ。ほう、うん、これからはいつでもあんたがそばにいるんだからはちょっと皮肉があると思うんですよ。あれそうなの、うん、お前はそばにいることになっちゃったんだから、だからそのもう一度信頼に会えたことを喜ぶのは、うん、喜んでもいいけど、うん、その一方でそういう悲劇性もあるんだよっていうのを、うん、そのレンズに言ってるんだけど、レンズに言いつつ読んでる読者に提供してると思うんだよ俺は。あれはちょっと難しいこと言いましたよ。おうおうおう、あれはそういうセリフだと思う。だってなぜなら、うん、この原作の方でレンズの顔は笑顔じゃないの別に。あれを言われた時のレンズの表情は、うん、まあそうだけどさみたいな顔じゃなくて、なんかちょっと儚げな書かれ方をしていて、うんうんうん、あれは私銀子の優しいなりのちょっと気遣いを含んだなりの突き放しだと思ってる。ああ、もう完全に違う存在になったんですよ、うん、あなたはっていう、うん、でそういうものです虫と人って。分かった読者、うんうんうん、で銀子の口を借りてその物語世界の設定を説明してくれてるセリフだと思う俺は。あれはへえ、うん、そうかって思ってるんですよ。でまあ、レンズと信羅にとってはそういうお話だったんだけど、じゃあ銀行にとってはどういう話だったかというと、うん、さっきも言った通り
コマは迷いがによく似た景色を持つお話だったわけだから、うん、でありつつ、で後の物語で銀子はあの緑の杯をあの虫に関わる物品が大好きな好き者に売りつけて小銭を稼いでるんですよ。出てくるんだ。そうなんです。まああの無二の親友みたいなのが出てくるんですけど、うん、まあ腐れ縁なんですけど、これが迷いがで得られる富の獲得っていう要素とやっぱりつながってるじゃないですか、うんうんうん、だからささやかな異教本門端なんですね銀子にとっては。はいはいはい、うん、それがねあの物語全体のまとまり方だと思うんですよね。そうか、これ解説いるな。深読みなんですけど。いやこれ解説いるな。深読みなんですけどこうだと思います、うん、僕は、うん、本当にね。いやまあ一個一個今言ってくれて、うん、あ確かにそういうことあるわっていう事例の連続ではあって、うん、まあでも詳しいその原点とかその事例とかは知らないから、うんうんうん、あそういうのがあるのねって分かるんだけど、うん、パッてアニメで見るとねよく分からないうちになんか解決していくんですよ。銀子の頭の中で ね、 まあまあ、まあ、ねこれはこうかなっていうのが処理されて、うん、まあ1話はね、うん、1話ちょっとスピード駆け抜けます。あそうかそうか、そういうもんですからちょっとあれなんだけども、うん、そうだね1話分かりにくかったかもしれない。あこれでも助かったわ。そう考えるとそういう風に見えるってだけの話ですよ。まあねこれ一個の見方というか、うんうん、一個の見方だし、うんうんうん、あのぶっちゃけやりすぎだと思ってますけど。、うん、僕はそう思いました。まあ何がともあれですね、でもこんだけ説明しましたけど、うん、僕にとってこの第一話の劇中セリフはで言っちゃいいのはこれだっていうのがあるんですよ、うん、でもばあちゃん僕はそのおかしな者たちがこの世界にいるってことが嬉しくてたまらないんだよって言ってた。シンラが独白してますよね、うん、これこれこれね民族学やってるちょっと不思議なもの好きな人たちみんな思ってること、うん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 、よく民族学好きなんですって話してると妖怪いると思ってるとか、はい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 、妖怪って実在すんのみたいなこと聞かれるんだけどいませんよね。実在しないことはみんな知ってますよね、うん、ね見たことないんだから、うん、もうここ数十年カッパ、うんね、そうだね、カッパっぽいものだと思った人はいるかもしれないけど、うん、カッパそのものが捕獲されたことはないんだから、そうそう、ねうん、でも私たちはそういうものが存在するっていう語られている事実が愛おしいし、うん、そういうおかしなものたちが存在していると実在じゃないよ、うん、存在しているって語られているこの世界にいるってことが嬉しくてたまらない、うん、っていうのはもうこれ民族学やって伝承交渉文芸やってきたらみんな思ってる、うん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 、このセリフが全部そう、もう民族学好きな人全部そうに刺さってる。いやでもいやそうだなそうだな、いいセリフ、うん、いいセリフなのこれ。いや気持ちわかる、わかるわかる、わかってくれる。ポケモンはいないの。実在しないね。そう、実在しないの、うん、でも俺の手持ちには、ね、ずっとクロバットがいるの。いるね。そう、ゲンガーとクロバットがいるの、うん、いる。いないけどいるの。いるの。そう、それなんですよね。夢だけど夢じゃなかったの。わーいなの。それが嬉しいの、うん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 、で作者もこの一巻の末尾って言ってる、末尾っていうかお話とお話の間の一文で言ってるんですよ、はい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 、妖怪とかは信じてはいないけどとてもいてほしいって言ってるんですよ、うん、ってことは神羅があそこで言ってたのは漆原先生が思ってることじゃん、うん、でそれは俺たちも思ってたの、思ってる、嬉しいのこれが、うん、そういうことです、思ってる、はい、マジでそういうことです、そういうことなんですよ。虫師第1話っていうのは、まあ、作品独自の世界観、鉱脈とかの設定、世界設定とか、はいはいはい、虫師という職、社会的な地位を提示しつつ、うん、日本の昔話、伝説、神話に登場するモチーフをふんだんに盛り込んだ回であり、回であり、また作者の不思議なものっていうものへの姿勢を丁寧かつ素直に描いた回だったわけなんですよ。そういうことだよね、うん、第1話であるべきだったと、あるべきだったということです。うん、いやよくわかった。これが前話解説最初の1回です。ボリューミーだぜ。ボリューミーでしょ。いや楽しいね。でもね、楽しい、わかると、よかった、ほんと、うん、よかった。やっぱそのなんて言うんだろう、うん、なんていうのかな、なんとなく、あこれがこうでこうなったんだろうな、うん、でもそれってなんでなんだろうの連続なのよやっぱり、うん、虫師。そうだよね、今1話とか僕は2話とかそれぐらい見た限りだと、うんうんうん、でもそこに、いやでもこれってこういうことって昔からあってねっていうのを一個一個言ってくれると、うん、助かる。そういうもんだっていうのではね、うなずけないのもあるし、そうそうそう、でもこうやって話してみると、うん、こういう文脈がちゃんとあってその上に立脚してるからどうですか、うん、
これだとちょっとスッと入ってきません、うん、みたいなことがねできるわけなんですよ。そう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 。だから逆に言うと虫歯にはまってる人たちってそこら辺の文脈をもともと持ってた人だと思うんだよね、うん、ということだよな、うん、あれそのなんそれなしで一発で入ってくること多分ないもんね。難しいと思う。結構昔話とか民話とか伝説を読んでる人じゃないと、うん、スッと入り込めないと思うなと思う、うんうんうん、だからこそそのいぶし銀な漫画なんですけど、うん、あの3万5千人のリスナーの皆さん、うん、皆さん愛蔵版買ってください。あの書店の在庫をゼロにしてください。で増版させてください。お願いします。お願いします。黒川くんからの頼みです。漆原先生もあのね虫歯のね、うん、新しい話が読みたい。そこへのお願いでもあると。虫歯はちゃんとお金になるということをね、うん、出版社の方が知ってもらって虫歯の続編が漆原先生に無理のない程度で出てくれるといいなと僕は思っております。うんうんうん、そうだね、うん、いや確かにこれそうか全部もう読んじゃった人新しいの読みたいもんな。読みたいの。だそういう人たちがあの動画に来てくれたの。来てくれたんだよねきっと。みんな渡りの虫歯なんですよ、うん、最近虫がいねえなって言って探してるんですよ。うん、うん、ここ覗いたらいるかもしんねえって見てくれたわけだもんね。見たらいたわけです、うん、そんな虫の僕たちを今後もよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、虫歯全話解説第1回緑の座の方を終了していきたいと思います。はい、面白かったと思ったらチャンネル登録高評価、Twitter のフォロー等よろしくお願いします。お願いします。ぜひ拡散していただけると嬉しいです。以上ゆる民族学ラジオ虫歯解説会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。